重点措置の解除終了についての基本的な考えはまとめか、みんなで議論すべきだということで今日議論をしました。議論にすべきところはここの2つです。それはどういうことかというと、新規陽性者数が、まあ、高止まりとか、まあ、微増少し増えているけれど、増えているんだけども医療の負荷が、病床使用率なんかが、新規感染者は多少微増増えているけども病床使用率が軽減しているんだらもう解除してもいいんじゃないのかという議論がありました。それともう一つは逆で、病床使用率がまあ 50% ぐらいでこうちょっと高止まりみたいなしているんだけども、新規陽性者数がこっちは減少していれば解除してもいいんじゃないのかということです。ほとんどの人が賛成しましたけど、何人かの2人ぐらいですかね、がここはいらないんじゃないかと、ここですね、新規感染者微増傾向だがここはいらなくて、もうこういう前提条件というか条件がなくても医療の負荷が減少すれば解除してもいいんじゃないかという意見が、まあ、これは少数でしたけど出ました。しかしまあ全体としてはこれでいいんじゃないのか、政府の案ですね、特にもう計画が立っているのでね、感染対策のでそういう意味ではイベントについては、まあ、政府の見解はみんな賛成しました。